ました。アメリカのブランディ・ジョンソン、このジョンソンが平均台最後の演技者になります。全米のジュニアのチャンピオン、ここまでのトップはドブレの 9.85、 9.90 以上を出しますと単独の優勝になります。素晴らしい連続技ですね、はい、一時期女子の体操もこうちびっ子選手ばっかりだっていう感じしてたんですけども、今年のロッテルダムの世界選手権見ても、今大会を見てもまたちょっと元に戻りかけてきましたね。前方宙返り、これも平均台では難しい、ね、難しいですね。よくこなしています。アメリカのブランディ・ジョンソン、14歳中学生、ピタッと決まりました。片足踏み切りのそのバッチ宙返りが上手ですね、はい、フィニッシュは後方抱え込み2回宙返り、着地も綺麗に決まりました。これはなかなか高い得点が期待できそうで、 9.80 です。ジョンソンの得点は 9.80、 ヘッセと並んで